今日はこんな感じの源流にイワナ狙いで来てみました。車止めから3時間半ぐらい歩ったかな。まだ足腰がなまってるんで、普段ならまあ3時間ぐらいかかるんですけど、ちょっと30分ぐらい多くかかっちゃったな。なまってるな。魚影は濃いんだけど、当たり外れが極端にある沢で、どうかな今日は。よし、来た。やっと来た。サイズがちっちゃい。もっと大きいのいるんだけどな。ありがとう。はい、小ぶりだけどやっと1匹目。いやー、水が冷たい。これはなかなかね、厳しいわ。斑点は綺麗ですね。やっぱり大々の斑点がいい色、ありがとう。バイバイ。近っ、ね、ここまで来て、まあ、1匹しか釣れてないんですけど、全然魚が走る気配もないね。数日前に人が入った形跡があるんで、まあそれが原因ではないと思うんだけど、まあ、入った人もなんとなく誰だか見当がついてきた感じですね。多分フライマンだろうな。あの人が入ったっぽいんだけど、多分あの人だとしたらそんな釣れてないって言ってたから、とりあえずこれ、ここのちょっとゴルジュ巻いてから入ってみたいと思います。ここもいいポイント。ここもね、いつも釣れてくれるポイントなんだけど、本命は奥の落ち込みの右の岩の際だよね。この流れの下についてはないだろうな。今日の活性からずっと右の岩下に入ってるのが出てきてくれるかって感じだな。結構ね、虫も飛んでるからいいとは思うんだけどな。上向いてくれてるはずなんだよな。こんだけ餌が豊富に飛んでれば。いやー、マジかよ。ここですか、スカイ。よし、来た。やっと来たよ、いい色のが。よっしょ、思いっきり沈ませて、やっと。いい色だね。はい、やっと出てくれました。まあまあの方、しかも綺麗だね。いい色してる。はるかな色が、お腹の色がいい色してますね。まあすごいマンゴー色。ありがとう。またね、バイバーイ。もっとでけんがいるんだけどな。さあ、どうかな。一匹沈んでるのが見えるね。へ、あんなに沈んでんの。これ水面まで出てきたら嬉しいな。
誘って誘って、おーし出たー、やったやった、こういう釣りがしたかったのよ、ありがとう。おーいい色、やっぱごめん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 、よいしょ、はい、いやーやっとらしい出方してくれました。いやーいいですね、色もなかなかいい色してますね、ありがとう、バイバーイ。今日の一番の本命ポイントじゃないかな、去年尺が釣れているポイント。なんかあの岩陰に見えてるような気もするんだけど、キャストミスったらやばいな。よし来た、よし、おお、でかいでかい、よしよしよし、おお潜る潜る、やばい切られる、おお、すげえでけ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 え、やばいやばいやばい、バレるバレる、何やってんだ俺、よっしゃでけえ、やったこれシャカアルベ、ふふう、あー枝にもこられたからびっくりした。はい、31センチ、去年シャクだったと思うんだよな、この子多分同じ子だと思うんだけど、いやー背中から見るとプッと、いいねー、ちょっとしばらく見さして、いいね、おおほほ元気だ、ありがとう、バイバイ。あの岩下入っていくな、やっぱり。はい、今この巻き返しの小さい巻き返しですね、出てくれました。おお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 、水面でバシャーって出したいんだけどな、無理だな今日は。おお来た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 、おおおお、こっち側にいたんか、ごめんよ今痛かったね、これも鮮やかだ、お前の色が、お前のサイズが一番綺麗だね、ありがとう、ありがとう。お前のサイズの斑点が一番綺麗ですね、いい色してる、はい、ありがとう、バイバーイ。これね、あの向こうのね岩陰に見えてるんだけど、あれはね難易度が高い、どうやって落とし込むか、うん、尻尾が白くなってるやつだな、ちょうどね枝が入り込んでるんですよね、よし来た、いやーこれは難易度高かったね、引くね、サイズは20後半ぐらいなんだろうけど、くねー、ありがとう。はい、あの岩の奥の方に入ってて、なかなか
竹針に気づいてもらうまで時間かかりましたね。なかなかのサイズでしたね。引きも強かった。こっち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 。いや、魚体も綺麗ですね。ありがとう。バイバイ。どうかな。流れ見てくれ。よし、いたお、流れに出てきたぞ。いい感じだ。おー、ごめんごめんごめん。あー、外れる。うん、ごめんよ。あ、いけるか。あ、自分で流れてるな。すげー。バイバーイ。よし、来た。おー。今の気持ちよかったな。そう、毛針交換したばっかだから、毛針が浮いてた。ばっくり出てくれたね。典型的なポイント。いればいいよ。おいっと。はい、小ぶりだけどいいね。ありがとう。バイバーイ。一頭目は合わせそびれちゃいましたね。なんかすごいとちびだったのかな。すごい勢いで飛んできてパシャンって出て合わせそびれちゃったよ。針に当たったんだな、口がな。向こうの巻き返しはどうだ。こっちの方がなんかでかいんがいそうだね。よし、来た。うん。あ、枝に入り込んじゃったな。ね、岩陰に一匹停止してますね、これ。よし、来た。面白い位置にいるといいね。釣りやすい、わかりやすいね。ありがとうね。はい、そろそろタイムアップになりそうですね。ちょっとね、まあ、歩き慣れてないんで、ちょっと時間に余裕を持って入りたいな。動画回してない時に釣れちゃうんだよな今も。泣きじゃくぐらいのいいのが釣れてくれたんだけど、なんだよな。ただで絶対いるだろう。絶対いるだろうってポイントにいねえんだよな。おし、来た。あー、おー、これもうなんだ、手前からまた出てきた。違うのが、お、これ尺あんだろう。 おー、でけ。尺越してね、余裕で。おほほほ、長長長。おーほほほ、でけー、いい色。はい、なかなかやばいの釣れてくれました。33センチ。口でかい。色もバッチリですね。いやー、でけー。ありがとう、バイバーイ。ちょっと逃げた方がいいよ、こっちに。ここにいる。バイバーイ。いやー、もうタイムリミットって言ってから結構来ちゃったな。まだ大丈夫。頑張って帰れば。最後な、釣りが雑になるんだよな。よし、来た。
よし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 。よし。いやー、綺麗だねー。はい、またいいサイズ、いい色だ、背中もいい色、ありがとう、バイバイ。この先でね、多分もうちょっと水道が減る場所なんで、もう時期的に今日はこの辺までにしとこうかな。なんかまだ釣りたいような気もするしな。足りない。はい、もうここで被害の限界地点、沢が一旦分かれてですね、水量がちょっと少ないですね。ちょっと夏ぐらいになってからですね、良くなるのは。ここから今行ったことはあるんだけど、もうまだ出る。でもサイズがこんな感じですね。なんかちっちゃくなってきてるような気がする。たまたまなのか。まあごめん。よし。よし。はい、今日はですね、ここまでにしたいと思います。またここから先は、ちょっと夏か、まあ泊まりかけじゃないとちょっとこれより奥は難しいんで、ちっちゃいになってますね。連れてくれました。ありがとう。バイバーイ。